これから色分けされた的に向かってボールを打ってもらいますが、青い部分がより安全と考えられるエリアです。ドライバーショットの理想的なポジションは風や障害物によっても変化していきます。いつでもこの青いエリアに打つのが正解というわけではありませんが、今回は青いエリアに止まるように打ってみましょう。はい、というわけでまずは確認で、これで、左右で動かすわけですね。で、今回はこれ160ヤードのこの10っていうところに、止まるといいってことなのかな。はい、では打ってみます。よいしょ、ここナイスショー。ちょっと今までと違うかも。でもこれナイスショットの声とかは今までのマリオゴルフっぽい。そして、あー8ポイントまで行っちゃったな。ちょっと飛びすぎたんじゃない。でもいいことだと思うよ、飛ぶのは。はい、もう一回ここでポンって打って、ほっと、はい、ナイスショット。でもこれだとまた7まで行っちゃうんじゃない。いいのかな。はいはいはい、10で止まれ、10で止まれ。結局7。よーし、早送り早送り、あ、早送りもあるんだね。はい、10ポイント OK。 はい、ナイスショット。はい、早送り OKOK。 安全と思われる青いエリアへのショットはうまくいきましたか。はい、うまくいきました。次はバーディーを取るためのポジションへ5球ドライバーショットをしてください。今度は攻めたショットになります。あ、今度また違うところなんですね。お、確かにさっきとはちょっと違うところに10点がある。 OK。 で、ここで一番奥、よいしょ、 OK、 ナイスショット。どうすか、奥に行きました。ちゃんと10のところに止まりましたね。あと5点、いけたー、ナイスショット。一番フルでいけたんじゃない。 OK、 10ポイント。はい、60ポイント超えましたよ。これ まだ続くんですか。まだ続くんですね。まあまあとりあえず何度も打ちましょう。はい、いやー、お、あ、そうか、曲げることもできるのか。ほい、よいしょ、ナイス。はい、チャレンジ成功でーす。お疲れ様でーす。さあ、これでなんか、お、レベルが2に上がりましたね。で、あ、この残り1っていうのをどこに振るかっていうのがこれで決められるんだ。はー、そういうことね。ひとまず、じゃあパワーにしときますか。はい、OK です。成長ポイントの振り分けを確定しておりですか。はい、大丈夫です。こうやって、まあ、RPG みたいな感じでどんどん自分の能力を上げていくって感じなんだね。合計60点以上でモンクラ賞合格で素晴らしいですね。攻めのゴルフも守りのゴルフもできて、クラスでは最高のドライバーショットでした。それだけのショットマネジメントなら次のクラスも十分戦えるレベルでしょう。とりあえず、僕はもうコースに出たい。早くゴルフを遊びたい。あ、こっちに回るのか。こっちもね、ちょっとこっちに、じゃあちょっとやってみよう。うん、初級のアプローチレッスンを受けますか。あ、初級、まあじゃあ初級からね。まずは3級で10ポイント以上ゲットしてみましょう。さあ、ではあ、待って、こういうこと、こういうこと、合ってる。あー、ちょっともうちょい奥だね、もうちょい奥だったわ。よいしょ、ほい、これはこんな感じでどうすか。あ、もうちょい奥か、もうちょい奥ね、了解。ほいしょ、あ、ちょっと行き過ぎたかも。 OK、 これはどうすか。あー、そうだね、今度はちょっと奥すぎたね。ナイス。まあまあ、でもチャレンジは成功、よかった。うん、見事にクリアしましたね。このアプローチは基本的なものです。それでは次のレッスンに進みましょう。お、進みましたね。うん、上り30ヤードのアプローチショットです。グリーンまでの距離は10ヤードで、その先のカップまでの距離は20ヤード。どちらも先ほどのと同じ距離のアプローチショットです。ポイントはキャリーの目標設定です。ほう、上りのショットはキャリーが短くなるので、ほんの少し強めにショットしてみましょう。パッティングの場合は下りの方が難しいので、ボールを止める位置としてはピンの手前になるのがいいですね。はい、では3球で10ポイント以上ゲットしましょう。わかりました。ひとまずさっきと同じ感じでいきますか。はい、ちょっとこれまた強すぎたかな。おー、惜しい。あ、でも7ポイントだな。あ、8ポイントか。さあ、もう一回ここら辺どうですか。 OK、 これはあー惜しいな。でも9ポイント、ちょっと左、ちょっと左、 OK。これで、よいしょ、あ、ちょっと今度はちょっとどうかな、手前すぎるか。うーん、おー、入るか、惜しいな。まあでもチャレンジは成功。はいはいはい、こんな感じね。
このレッスンも見事にクリアしましたね。こういう経営者のアプローチの感覚は体で染み込ませておく必要があります。アプローチはパッドと同様に重要だから何度も繰り返し練習しましょう。アプローチは最も難易度が高い下りの練習をしましょう。カップ丸の高さが1メートル下っていて、カップ丸の距離は30メートルです。上りよりデリケートなアプローチです。カップの半径1メートルのエリアに止めるように打ってみてください。はい、わかりました。なるほど。じゃあ手前ね、結構手前だな。ここら辺どうですか、ちょっと手前すぎた。いやでも全然大丈夫、全然大丈夫。おー、ナイスイン、素晴らしい。ほっ、同じ感じ。よいしょ。さあ2回連続入れちゃうか。さすがに、あ、入る入るな。うん、よいしょ。あ、今度はちょっと手前すぎる。これは手前すぎたわ、さすがに。うん、届かないよねー。まあまあいいでしょう、同じ10点。ナイス、はい、チャレンジ成功、やったぜ。そしてポイントにしたい、なんかコインっていうのもあるんだね。このコインは何だろう。はい、レベルがまた上がりました。じゃあ次はちょっとコントロールにしておこうかな。はい、コントロール決定。はい、これどうですか。クリアの傾斜のアプローチを楽々クリア、お見事です。アプローチのレッスンはこれで終了です。やったぜ。またこっちにびっくりマークがあるんだよな。初級のパッティングレッスンを受けますか。はい、まずは全くスロープのかからないラインでヒッティングのイメージを作っていきましょう。つまり左右の傾斜のないストレートラインを見つけてパッドの距離感を養うことから始めるんです。まずは3球で10ポイント以上ゲットしてみましょう。ではパッドいきます、よろしくお願いします。距離切り替え、あ、なるほどなるほど、こうやって距離を変えれるんだ。んで、ではではこんな感じ。よいしょ。さあどうすか。あー、いいっすね。はい、まあ、簡単ですね。よいしょ。この右のゲージの旗のあるところで止めればいいぐらいな、うん、感じかな。よいしょ。はい、オッケー、ナイス、ナイス。はい、もう楽です、楽々です、こんなのはでもね、ゴルフにおいてね、本当にパターはね、めちゃくちゃ大事だから。はい、オッケー、楽勝、ナイス、うん、チャレンジ成功、いいっすね、うん、さあまた、お、レベルがどんどん上がっていく。なんか足の速さが下がることもあるんだ。へえ、じゃあ足の速さ上げとこう多分このマリオゴルフにおいては走る足の速さもかなり大事になってくるのかな。はい、クリアの傾斜のレッスンを楽々クリア、お見事です。パッドのレッスンはこれで終了です。まだあるな。君はパッティングに自信あるかい。俺が今やってる練習に君も挑戦してみるかい。はい、もうここら辺の練習も今回終わらせちゃおう、もう一気に終わらせよう。ナイス、よっしゃー、はい、チャレンジ成功、オッケー。さあこれでまたレベルが、おお、レベル6まで上がった。じゃあ、スピンとまた足の速さ上げておこうかな。はい、OK でーす。はい、SP のパラメータを上げたことによりボールを曲げるゲージが分割されました。ほう、スーパーカーブショットの説明を確認しますか。まあ確認じゃしとこう、うん、ボールを曲げるゲージは1分割から4分割まであって、分割数と同じだけ途中でボールを曲げられます。ほう、分割数はスピンのステータスに応じて増えて、より自分が狙ったタイミングでボールを曲げられるようになります。マリオたちはキャラクターポイントを貯めてスタークラブを入手、ミーはスピンのステータスにポイントを振り分けて分割数を増やします。2分割の最初のエリアは L 右、次のエリアは L 左と入力すればボールは最初は右、そしてその後左へ曲がります。へえ、そんなことできるの、すごいねへえ、ちょっとコースによっては大事になってくるかも。なかなかやるじゃないか、また練習したくなったらいつも練習し挑戦してくれよ。はーい、ってことで、あー、なんかまだびっくりマークの子がいるな。うん、ここもやっちゃうか。うん、君はグリーンアプローチに自信あるかい。うん、じゃあやってみる、どんどんやってみる、もう全部終わらす。はい、80点超えましたよと、オッケー、ナイス、はい、チャレンジ成功。さあ、またレベルが上がるかな、どうかな。お、レベル8、うん、じゃあ、うわ、どっちも下がるな。うわ、なんかいろいろ下がるな、下がるの嫌だな。ひとまずじゃあコントロールにしとくか、コントロールだ、うん、オッケーです。ひとまずこの練習場のとこはこれで終わりじゃないかな。うん、どうでしょうか。
うん、特になんかびっくりマークつけてるキャラもいないし、よし、じゃあこのまま次行こう。はい、まず謎々出すね。パンはパンでも食べられないパンは音楽ゲーム用のワイヤレスイヤホンを購入する際の2つのポイントというのをね、お伝えしようかなと思っております。